石炭船とは、主に石炭を運搬する用途で使用される、輸送用の船舶の種類。現代のハンディマックスサイズバルクキャリア、サブリナ19世紀後半から20世紀前半の、石炭を燃料とした時代に、燃料タ運ン用、製鉄用石炭運搬用に、世界的に運用された。1945年以前は1から2万ツモール、旧が主体であったが、 1960年代から石炭、鉱石、穀物といったバラズミミカ物を扱うバルクキャリアとして発展し、4万トン級ハンディマックス6から7万トン級パナマックス級も建造されるようになった。日本においては、1950年代の主力エネルギーは国内産の石炭であったが、1960年代から産業、発電燃料は石油に切り替わっていき、 タンカーは1万トンから50万トンまで巨大化していった。一方製鉄所が4万トンから8万トンのバルクキャリアを用いて製鉄原料タミヤ、鉄鉱石の大量輸入を開始していた。1970年代には日本の臨海製鉄所の石炭輸入量は1億トンに達し、石炭や鉄鉱石を運ぶバルクキャリアも8万トンから16万トンに巨大化し、 二役の折工場のため二役は大型港湾設備を用いるようになり6万トン以上のサイズではクレーン付きは稀になった。1979年第二次オイルショック時代に原油価格が一時期1バレル40ドルに値上がりしたために世界各国で発電産業用燃料はあるいは石炭に回帰しあるいは天然ガスに切り替わった。日本では 石油が1バレル2ドル台だった1960年代に国内石炭鉱山は次々に閉山しておりコストも高かったので石油がバレル40ドルになっても国内炭には回帰せず豪州や米国インドネシアなどの海外炭に切り替わっていったのであるそのために火力発電所用一般産業用も毎年数千万トンが輸入されるようになっていった最近 新日鉄大分製鉄所向けに30万トンを超える石炭鉱石兼用船が収益しており、最近は原油タンカーやコンテナ船とほぼ変わりないサイズのものも就航している。旧タンカンジュピターから改造された航空母艦 USS ラングレー19世紀後半の最初期はマストを備えた。 木造の帆船のものが多かったが、技術の進歩とともに次第に、蒸気船そしてディーゼル船にとって変わられた。排水量数百トンの小型のものから数十万トンに及ぶ巨船まで存在する。構造が単純なため改造が施しやすく、この理由で、第二次世界大戦中には軍艦に改造され、軍籍に移籍したものも多い。炭鉱から河川を利用し無動力で、 下流域へ運搬する用途のものも、同じく石炭線の名称で呼ばれる軍用のものは、補給艦、球炭艦に分類され、輸送能力と同時に、洋上で多艦に、石炭補給する能力を有していた。石炭船花房春光、プレスリリース商船三井、2007年2月1日、オリジナルの2007年12月25日時点による、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 2 2 5 1 6 2 2 0 3 h t t p w w w m o l l c o j p p r j 2 0 0 7 j p r 2 6 8 4 h t m l 2 0 0 8年4月19日閲覧。祝報鍛錬について。ま 農型市石炭記念館。2008年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月19日閲覧。ありがとうございます。